お帰りなさいませ、ご主人様。バーチャル猫耳メイド、お絵描き魔法少女、スーパースーパーレアカード職人 YouTuber、絵描きまくるです。今回、クリスマスまでに間に合わなかったのですが、サンタクルを描いていきます。今年のクリスマスイラストを描くときの参考にしていただけたり、こんな描き方もあるんだなぁと思っていただけたり、メイキングを楽しんで見ていただけたら嬉しいです。今は下描きの段階です。色を塗ることで、どんな仕上がりになるのかをイメージしやすくしていきます。ラフは、おそらく他の人から見ると、驚くほど雑なのですが、ぼんやりとした頭の中のイメージを、とりあえず描き殴って出現させていく。かっこ物理かっこ閉じという感じです。下書きを描く前に、まず服のデザインを決めました。こんな感じの幼稚園児の落書きのような絵ですが、とりあえず形にしてみてます。下書きを描き込まないと綺麗に線が選べないため、線を描いたり消したりしつつ、イメージを作り込んでいきます。線画に入っていきます。キャンバスサイズを大きくして、Gペンで細く描いていくことで、太く描くよりも細かく見えて綺麗さが増すのではないかという目論みです。強弱がついていないのですが、そこは着色で何とかしちゃいます。着色時のクルーに押し付けていくスタイルです。サンタと言いつつ、猫耳を見せたかったので、トナカイのカチューシャをしています。ハロウィンクルーを描いた時、帽子をかぶせなかったのと同じ理由ですね。線画は何回も引いては消しを繰り返して一番いい線を引くようにしています。そんな線で大丈夫か。一番いいのを頼む。ベルの奥にある大きなリボンなど、奥のものと手前のものが重なっている時、構造がわからなくなりそうな場合は、隠れてしまう奥の線もちゃんと描いて後から消すようにしています。下塗りに入りました。とりあえずの色なので、白は紫なのの見えやすい色で塗っていきます。他に下地を別の色で塗ってから塗り始めるという塗り方もたまにしています。背景です。三十角形を作ってパースに沿って配置することで土台を作っていきます。レンガと棚を周りに貼り付けていきます。こちらは写真 AC 様とストックマテリアル様のフリー素材を使っています。次にクリスマスツリーです。ツリーを描いたことがなかったので、どう描くかということをだいぶ悩んでいたのですが、クリスタのクリスマスセットという素材を発見したので活用していきます。ツリーの素材を2つ貼り付けてテクスチャ代わりのように使い、葉っぱの感じを出してみました。ツリーの飾りのモールと、電飾とチェーンも下書きに合わせて描いていきます。電飾の光をエアブラシで描いて、コピペで貼り付けていきます。チェーンは見栄えが悪い気がしたので途中から消してしまっています。大変な背景が一通り具現化されたので、キャラの着色に入っていきます。クリスマスカラーの赤と緑を使いたかったので、リボンを緑にして目立たせています。しっかり塗りたい時は Gペンで、質感を出したい時は濃い水彩で、ふんわり塗りたいときはエアブラシを使っています。まずは全体的に同じような濃さの影で塗っていきます。 Gペンで網目塗りしてから、エアブラシで立体感も強調するというよくわからない塗り方をしていきます。夜に周りの電飾や光が反射しているという情景を描きたかったので、まず普通に影を塗って、後に上から紫の上山で暗さを出します。光と影をうまく扱えるといいのですが、現実では絶対にここに当たるというのがわからなくても、自分の入れたい光をつけることでイラストとしてはそれっぽく見えてくれると思っています。この絵では街全体がイルミネーションなどの光にあふれている設定なので、一定方向からの光というよりキャラの周りにも光を入れていっています。背景の着色です。素材のレンガを貼り付けたままだと少し違和感があるので、実際に描き込んでいきます。質感をザラザラしたペンで描いたり、テクスチャを貼ったりして付け足していきました。仕上げに入っています。そろそろイラストの出来上がりです。
ご主人様、来るからのクリスマスプレゼント受け取ってね。じゃーん、完成しました。クリスマスの夜にご主人様にプレゼントを渡すクルのカードをプレゼントです。だいぶクリスマスっぽく仕上げられたのではないでしょうか。今回のメイキングいかがだったでしょうか。またいずれメイキング動画を上げていくと思われますので、次も見たいと思ってくださった方はチャンネル登録してご主人様になってくださったら嬉しいです。それでは次回の月をめくるメイキングでお会いしましょう。いってらっしゃいませ、ご主人様。